おはよう、レン君。特に用はないわよ。ただ、レン君の顔を見たくなっただけ。あら、別におかしなことは言ってないでしょ。大好きな恋人の顔を見たいっていうのは、ごく普通の思考だと思うけど。顔が赤くなってるわよ。その反応、かわいいわ。ごめんごめん、怒らないで。本当はちゃんと用事あるから。明日から3連休なのは知ってるわよね。お姉さんのために予定は空けてくれてる？私も同じよ。3日とも予定は入れてないわ。どうして？日にち決める必要ないでしょ。せっかくの3連休だもの。3日ともレン君と過ごしたいわ。あれ、ひょっとして3日連続でデートするのは嫌だった？冗談よ。もちろん分かってる。でもありがとう。レン君にそう言ってもらえて嬉しいわ。そうね、いろいろ候補はあるけど。そろそろ出かける準備をしなきゃ。それはレン君も同じでしょ。今晩レン君の家で夕食をご一緒してもいい？よかった。それじゃあ3連休にどうするかはその時に話しましょうか。決まりね。じゃあ今晩よろしく。それからここが見たいなら遠慮せずにじろじろ見てくれていいのよ。図星だったかしら。興味を持ってくれてお姉さん嬉しいわ。それじゃまた後でね。ここ置かせてもらいますね。レン君はご飯これくらいでいい？ゆきえさん、それに兄さんも。お手伝いありがとうございました。いえいえ、
お食事にお呼ばれするならこれくらいはしないとね。そうね。いただきます。ゆきえさんのだし巻き卵、ふわふわしてて美味しいです。いちかちゃんのお味噌汁も風味があっていいわ。特にこのだし、とてもコクがあるけど、どう作ってるの？味噌汁のだしには隠し味とかいろんな工夫をしてるんですよ。後で教えましょうか。本当？それじゃあお願いしちゃっていいかしら。ええ、扇家のお味噌汁の味を覚えて兄さんの胃を満足させてあげてください。お袋の味ならぬ妹の味です。ありがとう。蓮くんの胃をしっかり掴んでみせるわ。あら、お姉さんの暮らしぶりが気になるんだ。ゆきえさん羨ましいです。愛されてますね。ええ、いい彼氏に恵まれて幸せよ。変わったことはないわよ。毎日通学して普通に授業を受けてるだけね。確かサークルや部活には所属してないんですよね。ええ、いくつかお誘いはあったけど全部断らせてもらったわ。そうね、白馬学園での時間はとても実りのあるものだったけど、どうしても毎日が慌ただしかったから、今はゆっくりとした日々を過ごしながら将来のことを考えていきたいの。将来のことですか。なりたい仕事とか決まってるんですか？それはまだね。これからいろんなことを学びながら興味のある分野に進んでいこうって思ってる。そうね、さまざまな学問に触れるってなかなか面白いものよ。こんな考え方もあるんだ、こんな分野もあるんだってどんどん自分の世界が広がっていく感じ。ただいろんな分野に興味を惹かれちゃってまだ本命を絞れてないんだけどね。第一候補とかはないんですか？そうね、仕事じゃなくてもよければ第一候補は固まってるわよ。決まってるじゃない、蓮くんのお嫁さんよ。からかってなんかないわ、お姉さんの本心よ。わかってるわ、恥ずかしいのよね。それじゃあ別の話題にしましょうか。いちかちゃんどうなの？最近の学生会は。今のところおおむね順調ですね。もちろん問題が出てくることはありますけど、月島先輩が相談に乗ってくれますから。白馬学園の子たちはどう？みんな西欧にうまく溶け込んでる？最近はみんなすっかり慣れた感じです。学生会にも
統合絡みの相談事はほとんど来なくなりました。でもいずれ卒業式がありますから、白場出身の学生たちから白場のようにしてほしいって要望が出てくるかもしれません。その時はよければ相談に乗るわよ。ありがとうございます。ぜひぜひお願いしたいです。それにしてももうしばらくすれば卒業式なのよね。今度は蓮くんの番ね。蓮くんのクラスでは卒業式の話題が結構出ていたりするの？そういう意味では兄さんは安心ですよね。もう働き先決まってますもんね。お兄さんってそんなに厳しいの？俺だ。ね、今少しいいか？奥義グループ主催の立食パーティーがあさってにあってな。お前も参加してみないか？お前も遠くない未来にグループの一員になる。今のうちから多くの人に会っておいた方がいいだろうと思ってな。よし。じゃあ詳細は明日また連絡する。それから近くに今一花はいるか？あ、はい。もしもし、変わりました、一花です。リン兄さんどうしました？レン君、パーティーに出るの？あら、いいわね。私もいつかレン君とパーティーに出席してみたいわ。ミキさんのことです。つわりで体調を崩してるみたいで。つわり？あ、そう。柊木元理事長って妊娠してるのね。それで3連休の間だけミキさんの面倒を見てほしいそうです。はい、連休明けまで泊まってお世話をしようと思います。ありがとうございます。いざという時は頼らせてもらいますね。じゃあ行ってきますね。ゆきえさん、私がいない間兄さんのことをよろしくお願いしますね。ええ、
任せておいて。栄養バランスはしっかりと。兄さんは無理をしがちだから睡眠不足になってないか注意してください。オッケーよ。レン君の健康は私が守るわ。ある意味そうですね。兄さんのお世話は私の役目ですから。でも幸恵さんだったら安心してお任せできます。それじゃあとはごゆっくり。レン君のお世話任されちゃった。冗談でもそうでなくても構わないわ。こんなにいい機会めったにないと思わない？せっかくの3連休なんだもの。泊まり込みでレン君のお世話をしたいんだけど、どうかしら？そうね、将来のためプチ同棲をしてみたいの。もちろんレン君が良ければだけど。お、いいの？これこの家の鍵よね。ありがとう。大切に扱うわね。レン君、本当に嬉しいわ。だからこれはお礼。レン君とのキス、やっぱりすごいわ。でも、今日はここまでにしておきましょう。我慢すればするほど燃えるって言うでしょ。ここから先は同棲してからのお楽しみ。じゃあ、レン君、明日からよろしくね。